ガオー浜田山虎の子不動産です。こんばんは。今日は箱根火山、ロープウェイから見出す絶景を見ております。2018年に火山活動が活発になり、火山周辺の立ち入り規制がされていましたが、10月に噴火警戒レベル2から1に下がり、 運休していたロープウェイからダイナミックな大,大枠谷も楽しめるようになりました上空から見るこの湯,湯気は圧巻です黒い揺れ卵は外国人にも大人気国内有数の温泉地であるため観光業者も観光客の避難経路を設定しました箱根にアクセスする新宿など駅には火山活動に関する情報を提供しており食べの 出発前から準備できるのが良いと。小田急線箱根湯本からバスで約35皆さん行ってね。